一応ね、5日間にわたってちょっとね、パターンを作っていこうと思ったんですよ、動画のね。まあサムネイルの背景を統一して、この5個のパターン。はい、どうもとわるです。はい、ということで、今日は、僕が普段見ている YouTube チャンネルを8つ、8個ね、紹介していこうと思います。まあ一応そういうふうなだけの動画なんですね。で、なんか最近ね、YouTuber、修行の YouTuber さんってめちゃくちゃ増えたと思うんですよ。本当にまあ受かったら YouTube を始めるのがもう当たり前みたいな、なんかそういう流れってね、若干ありますよね。っていう感じもあって、実際まあ受験生の中でも、もちろんね、今のこの実務家さんもそうだと思うんですけど、まあ受験の中で受かったら YouTube 始めてみようかなみたいにちょっとなんかぼんやりと思ってる人ってね結構多いと思うんですよ。でもその中でこの修行 YouTuber が増えてくるということは、見られるチャンネルもあれば見られないチャンネルもあるって出てくるんですよね。なのでまあせっかくやったらやっぱ見られたいですよねっていうふうに思うと思うので、僕が今普段ね YouTube を見ている中で特に修行の中で見ているよっていう方を8人ね、紹介していこうと思います。もちろんね他にもたまに見るよっていう方もいるんですけど、主にこの8名はね結構見てるなっていう風に自分でね思ったんですよね。で僕普段 YouTube ってねめちゃくちゃ見るんよ。そのまあ修行以外の方でもまあ芸能人さんのものとか、普通にまあ YouTuber さん、の方のとかねめちゃくちゃ見るんやけど、特にじゃあ今回は修行 YouTuber に限って8名ね紹介していきます。で各々の動画も、概要欄の方にですねリンクを貼っておいたので、ぜひともねそちらもチェックしてみてください。それでまあ各々のチャンネルに対してまあなんか物申すってわけではなくて個人的に僕がその動画をなんで見てるのかなっていうふうに考えてみたんですよ。でその考えてみた結果をね一個一個言っていこうかなっていうふうに思います。はい。それでまず一つ目、が、宅建宮崎塾さんと、っていうチャンネルをね僕これ見てます。これ結構見てるんですよ。でこの方は宅建 YouTuber さんの中でナンバーワンと、でまあ結構前からねずっとされている方で、もう宅建目指すといえばこの方の動画を見ようという風になっているかなって思ってて、でこれとわるも見ていますと。でなんでこの動画見てるかなと思ったんですけど、僕別に宅建とか受けないんですよ。宅建受ける気ないんですよ。で見てる理由としては主に2個かなと思ってて、やっぱ1個目が一応僕行政書士の試験の講師をやっているんで、やっぱ他の修行さんがどういう風に教えてるかなって部分は、まあ、自分の研究材料として見たりするよね。っていう風な勉強の意味合いが1個と、でもう1個としてはやっぱり改正民法かなって思ったりするのね。改正点は宅建宮崎塾さんもやっぱ宅建って民法も入ってくるから、同じように民法を勉強するときにまあ、便利かなって思った、っていうことかな。まあ見る理由としては1個目が、やっぱりまあ講師、同じ講師としてどういう風に教えるのかなっていう風な勉強の材料、としてが1つと、でもう1個はね民法を勉強するときに見てた。だからまあ宅建目指していないけど見てる理由っていうのはそういうとこかなというふうに思いました。これがまず一つ目で、二つ目が税理士さんの大河内かおるさんのチャンネル。これもねかなり見てます。やっぱり税関係ってよくわからない部分ってめちゃくちゃ多いから、自分でね勉強する必要もあるし、でめちゃくちゃこの動画見ています。で税理士さんの YouTuber で言うともう一人の方もいるんですけど、その方のチャンネルもめちゃくちゃ見ています。でまあ税理士のまあ二人ツートップがいると思うんですけど、その二人の中のお一人さんですよと。でやっぱねめちゃくちゃわかりやすくて、書籍もね実際購入をしたし、なんかそのセクシーなお姉さんのが漫画家さんかなが、一緒にこう本出してて、でその本もね見たりしたんやけど、それで確定志願の際にはすごいお世話になりました。はい、もうすごいねわかりやすくて、僕のような本当に一般人でもすごい税に関して、すごい詳しくなりました。本当にもう片っ端から動画見たので、本当にまあ今ってすごい時代だと思ったっすね。やっぱ YouTube を通していろいろ勉強できるっていうか、まさか自分が YouTube でね確定申告を勉強するとは思わなかったですけど、でもそういうことが今できるんですよね。 YouTube ってすごくて、 YouTube は勉強できる、 YouTube を使って勉強するための材料ってもう全部のもう整ってるから何でもできるなぁと思いましたね。はい、まあ、一応税理士さんの大河内かおるさん、これが2人目です。で、次が、3人目がね、EXPJ さん、見てます。はい。で、一応、まあ、一回コラボ
行政書士の合格者なんですけど、一回ね、コラボということで動画ね、作らせてもらって、その動画一応ね、下に貼ってるんですけど、まあまあやっぱ見てます。で、この動画見てる理由は何かなって僕考えたんですけど、まあシンプルに知ってるからやなと思ったんですよ。シンプルに自分の知り合いが動画やってたらやっぱ見るかなっていうふうに思ったんで、やっぱ知り合いだからっていうとこかと思いました。で、なんかペヤングの件ですけどね、ペヤングの件でちょっとね、食べきれなかったんで、まあ、いつかリベンジしたいなぁとは思ってます。まあでもね、あれ辛いからな。で、次、四つ目。宮城先生のチャンネル。この方は行政書士さんなんですけど、行政書士で、まあ、すごい可愛いし、すごいわかりやすいということで見てます。はい。やっぱなんかね、女性の YouTube チャンネル見るときって、もう正直ね、可愛いかどうかででかいなと思うんですね。もうこれはね、仕方ないなと思う。やっぱそこはね、なかなかでかいなと思いました。けど、やっぱり芸能人さんがすごいこう参入してくるんで、その可愛い一本だけでは絶対勝てないんですよね、女性でも。だからこそその可愛いプラス何があるかっていう感じかと思ってて、この方で言うと、そのまあなんか愛嬌っていう部分だけじゃなくて、行政書士っていうまず肩書きが一個あるのがまずでかいし、あとはシンプルに説明が分かりやすいんですよね。なんかその2本柱が加わってるから、なんか面白いんかなっていう風に僕は見てました。うん、なんかそこかな、やっぱり。なんか1個だけ、1点集中でこれだけみたいなっていうのがあると、やっぱ YouTube って今もう伸びにくいんで、何かそのこれプラスアルファ何がありますかっていうところがすげえ問われてんなっていう感じはね、すごい僕思います。で、僕の場合はシンプルに、そういうことが必要ない段階で参入したんで、まあ、要するにまだそこまで人気ではない段階で参入したんで、そのなんか先行者利益逃げ切りパターンみたいなっていう感じだと思うんですよ。だから、まあ、例えば僕が今の段階から YouTube やるってなっても、もう勝てる自信ないですもんね、全くない。マジでない。はい、これが4人目ですね。はい。そう、行政書士で、まあ、可愛いし、わかりやすいから見てます。はい。で、5人目が行政書士のヨタ話。かな、うん、っていうチャンネル見てます。で、この方も行政書士で、この方は男性なんですけど面白くて見てます。多分ね、キャラクターかなーと思うんですよね。なんで見てるのかなと思ったら、まあまあ行政書士さんだから見てるっていうわけじゃなくて、僕まあ行政書士のチャンネルもいろんな人がいるんで一回は見るんですよ。一回は見るんですけど、その続けて継続して見るか見ないかっていう時に、継続して見ない人のがね、めちゃくちゃ多いなと思ったんですよ。例えば行政書士のチャンネルが10個あったとして、10個見た時にその2本目見るかっていう時に、10人中9人はもう見ないっすもんね。1回見たらもうそこからもう見ない。別になんか再生回数が多い少ないとか全然抜きにして、再生回数が多くても見ないってなったらもう見ないから、だからその点で言うとやっぱキャラクターですごい大事やなと思いました。特になんか行政書士のなんかノウハウというか、こうすればいいんだよっていうなんかノウハウをドンってこう語ってるようなチャンネルって基本的に見ないなと思った。もうその理由は簡単で、僕が行政書士の実務をしないからなんですよ。つまり必要性がないから、その行政書士と稼いでいくための方法、その方法を僕が知る必要性がない。だから男性のチャンネルって一番最後に言うんですけど、必要性ってすごい大事やなって思いました。例えばまあ行政書士で言うと、行政書士で稼ぐための方法ですっていう風に言われても、いや行政書士じゃねえしってなったらもう見ないんですよ、もうその段階で。だから必要性がなかったら全然見ないなっていうのがすごい思いました。だからどういう風にして見るための必要性、それは見なければならないんですよっていう風な形を作るかどうかってすげえ大事だなって思って、だからその点で言うと税理士さんっていうのはやっぱ確定申告の時期にはと再生回数がめちゃくちゃ上がると思うんやけど、そっから先ってきっとね、再生回数めっちゃ落ちると思うんですよ。だって見ないっすもんね、興味ないですもんね。だって基本的に確定申告に興味ある人なんかね、相当変わってますやん。僕めっちゃあれ嫌いですもん、めんどくさいし。だからでも見なければいけないんですよ。見る必要性があるから、その時期は見るなっていう風にめちゃくちゃ思いました。だからこういう風にキャラクターとして仕上がっている、なんかこういう風なキャラクターですみたいなことが、まあその計算ではないと思うんですよね。なんかね、もうすごい自然体でやってはると思うんで、なんでキャラクターがあるのはすごい強いなと思いました。これが5人目は見てますね。最近 iPhone 購入されたようなので、画質ね、めちゃくちゃ上がるんでね。僕もこれ iPhone 11なんですけど、めちゃくちゃ画質上がりますね、音質も。で、も6つ目が、元ギャルオ先生というチャンネル名だったので、まあ、チャンネル名こういう風に書いておいたんですが、まあ、予備校の先生ですかね。もともと予備校の先生か今もかわからないですけれども、まあ、そういう風な講習業をされている方で、司法試験にも受かられている方のチャンネルを見ています。で、この方はね、どれらの説明が分かりやすい。
らにキャラクターもすごい仕上がっていて、まあこういうようなチャンネルが伸びないわけがないっていうふうに僕は思うんですよね。っていうことなので、見てたりはしますし、あともう一個としてはシンプルに僕は予備試験を受けようと考えているので、予備試験を受けようと思っているということは予備試験の授業を見る必要性がある、だから見てるんだなというふうに思いました。これが6つ目のチャンネルと。そして次7つ目が同じような理由で、神戸マリン総合法律事務所という風な、チャンネルです。西口先生という方なんですけれども、その方のチャンネルを見ています。元々か現在かわからないですけれども、まあ予備校の先生をされていた、されているっていう風な方のチャンネルで、とてもねわかりやすいので、日頃も重宝しております。これが7つ目と。なのでさっきの6つ目7つ目っていうのはどちらかというと必要性かなと思うんですよね。僕が予備試験の受験生、つまりはその講義を見る必要がある、だから見ている、っていう風な、必要だから見ているっていう風な形かなって思います。だからその必要性のところに訴えかけて見るっていうところに、さらにキャラクターが一個ドンと加わってくるとめちゃくちゃ強いんだなってめっちゃ思いました。はい。で、ラスト8つ目が、アサナギコンサルティングと、カヨマリノさんのチャンネルですけど、司法書士の方で、この方のチャンネルはもう可愛いから見てます。もうそんだけですね。あ、もう特に理由ないです。別に、司法書士の実務なんか正直興味ないし、別に。司法書士の実務の知ろうと思わないでしょ、別に。うん。そんな別になんか、どうでもいいかなと思っちゃうんですよ、別に。うん。その知りたいかって言われたら別に実務の話ってどうでもいいなって僕は思いますね。けど司法書士さんからするとやっぱり同業者がどういうふうな仕事をしているかってことは興味があるので見るかもしれないんですけれど、司法書士の総人口がそこまで多いかなと思うんですよ。あの司法書士さんはいるとしても、司法書士でかつ YouTube をよく見ているよっていう人口が何人いるかというときに、そもそもの、あのパイが狭すぎると思うんですよね。だからこそ、あの男性で司法書士で YouTube 目指すっていうときは、もうキャラクターがちゃんとしっかりしていないと多分誰も見ないなって思いますね。でもこの方はね、あの容姿が美しいので見てます。もう僕はもうそんだけかな。司法書士は別に興味ないし、別に内容面に興味があるかっていうと、内容面は特に興味ないんですよ。なんか別に興味ない、うん、興味ないですね。興味ないって言ったらなんか批判っぽいくると思うんですけど、逆にそんな興味あることのが少ないと思うんですよね。生きてて興味あることなんですかって言われたら出てこないでしょ、オブな方って。だからまあ興味ないです、別に。でも容姿は美しい、可愛いから見てる、うん、かな。ただそのほのぼのした感じが見るのかなっていうふうに思いますね。これが8つ目ってことで、まとめとくと、僕の中でとりあえずまあ男性女性で、ウェブ上における戦略って大きくガラッと分かれるのはもうこれはもうそうやと思うんですよ。でその時に男性の場合って、あの見る必要性があるかどうか、その動画を見る必要性があるんですかっていうことがすごい重要かなって思いました。はい。だってまあ普通に考えて30代以降の方の男性がされている YouTube 配信に興味がありますかっていうと、興味ないでしょ。普通ない。僕はないんですよ、別に。そんなどうでもいいなと思うんですよ。でもそれを見なければならないっていう必要性があると見るなって思います。そう、実際まあ司法試験予備試験の先生の授業も別に今予備試験を受ける必要が受けるから、ということは講義を見るとか勉強する必要があるんでしょう。だからその必要性に訴えかけてくる動画なんで見ているっていう風なだけなんですよね。だからまあ男性はまず必要性をちゃんと把握することかなって思いました。でまあそこの必要性に自分のキャラクターが加わっているとさらによしみたいな感じなんかなって思いましたね。で女性の場合はベースが必要性ではないなっていう感じはしてて、女性の場合はどちらかというとほのぼのしている感じなんかなって思いました。これはまあ全女性にそうしろっていうわけではなくて、あくまで僕のまあ完全主観なんで、まあそれがなんか違うって言われても、いやそれは僕は知らんってなるけど、僕の中では女性をチャンネル見るときってもうほのぼのしてる感じが欲しいんやろなと思ったんですよ。だから前なんか宮城さんが寿司食べてるだけの動画上げとったんですけど、ああいうのがめっちゃいいなって僕思ったんですよね。なんかあれくらいの感じでなんかあほのぼのしたなみたいな感じのは見るなって思いました。で女性の場合はそのほのぼの感にプラスする形で何か必要性、これ見なければならないんですよっていう風な必要性をドンと乗せてくるとさらにヒットしやすいし、もちろんね容姿が可愛かったらヒットしやすいはやっぱりあったりするから、それはそうなんやけどっていう感じなんかなって思いました。でもちろん今回8つ紹介したんですけど、まあ8つの紹介に関してはね完全に無断で紹介しちゃったんで、なんかすいません。
でもまあ、この他のチャンネルもね、結構見てたりはするんですよ。で、まあ8つ以外で見てたりするんですけど、主にね、上位8つあげろって言われたら、この8個のチャンネルを始業では僕見てます。はい。なので、まあこのコメント欄で、他にもこういうチャンネルあるよってものがあったら、ぜひ教えてほしいし、なんかその新しく YouTube 始めましたっていう方も、全然なんか宣伝使うなら全然もう思いっきり使ってもらったらいいと思ってるんで、もう自由にしてくださいと思うしか言いようがないですけど、はい。っていう感じかな。なんで、まあ、こういう風な視点で、まあ、例えば、一般男性、僕は20代後半の、一般男性、フリーランス、行政書士の試験の講師をしていると。っていう風な人は、YouTube を、こういう風なチャンネルは見るな、みたいな。で、こういうチャンネル見ないな、みたいな。っていう風なことをお伝えしましたので、もしこれから YouTube を始めてみようと思っている方は、もしね、参考になるところがあれば嬉しいな、とは思います。はい。うん。っていう感じでしたね。はい。っていうことで、まあね、もしこの動画見て、なんか、とりあえず高評価をしておいてください。ただなんか、基本的に僕が思ったことを素直に伝えるとね、低評価が増えるという法則があってですね、なんでやねんと思いながら、まあいいんですけど、なんでも。まあまあ、そんな感じなんで、よかったら高評価をしておいてください。はい。ということで、こんな感じで、一応ね、5日間にわたって、ちょっとね、パターンを作っていこうと思ったんですよ、動画のね。まあ、サムネイルの背景を統一して、この5個のパターンでいきます。民法行って、行政法行って、次が憲法行って、次勉強方法行って、5つ目がこういう風なフリートークというか、っていう風なものっていう、この 5セットでこう、ちょっと回してみようかなっていう風に思いました。理由は YouTube の出されるときに5個ずつなんですよ。動画が5個5個5個って出てくるんですよ。だから5個でこう縦で統一していこうかなっていう風に、そのインスタグラムでよくありますよね、そういうの。まあそういうのしよっかなと思って。っていう感じで今回、チャンネルを紹介させてもらいましたので、もしね、良ければ高評価押すとか、他の、ね、新しいチャンネルとか、こういうチャンネルもあるよってものがあれば、ぜひ、コメント欄に残しておいてもらえたら、ぜひ見に行こうと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。